はじめましての方もいつも当動画を見てくださっている方もアロマおばさんの優しい時間にようこそです。この動画ではチャンネルの活動内容をご案内します。はじめにこの動画を配信している私たちについて少し自己紹介をしますね。皆さん、はじめまして。アロマおばさんです。アロマの講師、ハーブコーディネーター、約5年ほどカフェを経営していました。主に、アロマの簡単な活用法や、アロマグッズを動画の中で、作ったり説明したりを担当していきます。アロマテラピーと聞くと、難しそう。とか、大変そう。というご意見もよくお聞きします。自然界から得られる様々な花の、香りや草の香りは私たちの、体や心に様々な変化をもたらします。体内の手の届かない部分にまで、変化が起きます。アロマのことを伝え、より身近なものに感じていただけるチャンネルを目指します。そして、もう一人が。はじめまして、こんにちは。スタッフの山田です。主に動画編集、ブログや SNS の配信、お客様や視聴者の方からの問い合わせをアロマおばさんにつないだりする裏方です。アロマおばさんとカフェをやっておりました。カフェ時代の経験を生かし、アロマおばさんと共にチャンネルをより充実させていけたらと考えてます。IT のお役立ち動画の制作も実践していけたらと思います。よろしくお願いいたします。異色の特技を持った二人が作るチャンネル、アロマ ×IT チャンネル、アロマおばさんの優しい時間、簡単アロマ活用法、ぜひともよろしくお願いいたします。